アパッシュを描いた新聞アパッシュは19世紀末から20世紀初頭のパリにおいて路地裏で強盗などの犯罪に手を染めていた若者の総称。現在では日本語のならず者やチンピラに近い意味で使われる。アパッシュの語源はアメリカインディアンのアパッチ族である。アパッチ族がアメリカ合衆国南部とメキシコの国境付近で馬車などを襲撃して 物資の強奪を繰り返していたことから、パリ市内で、モンマルトルの路地裏を拠点に単独あるいは徒党を組んで強盗を働いていた若者が、アパッシュと呼ばれるようになった。アパッチという言葉は、アパッチ族からたびたび襲撃を受けていたインディアンのズニ族の言葉で、敵という意味であり、このフランス語での用法はそう間違ったものではない。ファッションとして、ベレー帽をかぶり、 シャツの上にジャンパーを着た姿で、ナイフや拳銃を手に武装している姿がよくイメージされるが、このイメージは1927年公開のドイツ映画アパッシュによるところが大きい。この作品によりアパッシュの存在はフランス国外でも広く知られるようになったが、映画の公開よりも少し前の1920年代前半には、警察の取締り強化や第一次世界大戦の影響による 都市部の若者人口減少で、パリ市内においてアパッシュはほぼ見られなくなっていた。映画の公開後は日本でも、アパッシュが流行語化し、1933年10月には、宝塚歌劇団で、期歌劇、パリのアパッシュお月組が、翌1934年11月には、アパッシュは笑うお花組が上演している。ありがとうございます。